上村正文選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずは今日の結果が3位表彰台おめでとうございます。ありがとうございます。個人的にはどういう表彰台3位でしたか？やっぱりタイトラからちょっとミスってしまって12番ってこと でそれも予選もあんまりスタートがうまくいかなくて沈んでしまって下に、でそのまままた12位まで上がってきて、で、まあ、そこから考えると、まあ、まあ、3位は良かったのかなとは思います。途中ラスト5周ぐらいのところからこう仕掛け始めたと思うんだけど、あの辺は自分でもこうなんとなく決めていたというか、前に出ようかな、一時はもう2番手3番手ずっとこのデッドヒートだったと思うんだけど、やっぱりその後5周しかなかったし、もうトップは離れてたんで、やっぱりもう行けるところで行っちゃえって感じで行きました。まあね、本当はもう1個ね上だと個人的にも納得というか、もう逃げられちゃったしね、満足したのかもしれないですけど、まあでも最終戦を表彰台3位ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。ではですね、そんな上村選手にシーズンを振り返っていただきたいと思います。1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。今年2013シーズンはどんな1年でしたか？最初の琵琶湖で3位表彰台ってことでとっても良かったんですけど、そこから自分が焦ってしまって、まあ、いろいろ止まったり自分から飛んでったり、そんなレースが続いたんですけど、まあ、中山からしっかりと気を切り替えて行けたんで、それは今年大きく成長したんかなって自分でも思います。来年ね、またどういう体制になるかわからないですけど、ちょっとこう今後の目標というか、一言、まあ、とりあえずチャンピオン取って、その将来的にはやっぱり不安でチャンピオン取りたいです。じゃあ夢に向かって頑張ってください。はい、上村正文選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。